どうも、こんにちは。こんばんは。レイです。今回はね、また不人気な、仕事の話かなんかをね、していこうかななんていうふうに思ってます。で、よくね、皆さんね、一つの会社になかなかいるっていうのはね、難しい状況であって、今やね、転職するのはもう当たり前のね、ずっとこの世の中になってますけども、早くね、やっぱりね、転職して早く辞めてしまう転職の仕方と、長続きする転職のやり方ということで、異業種へね、行く転職を例えてっていう形で、同業職に行くんであれば、同じ業界に転職から、まあ転職で行って、同じ業界から同じ業界という形で行く分には何も問題ないと思うんですが、あとは人間関係だとか、その会社の環境がどうなのかというところで続くか続かないかは決まるんですが、大体が、皆さんよくやられるのが、異業種への転職ね。異業種への転職が非常にこの、厄介な意外とね、転職になります。気軽に転職できるっていう部分もありますけれども、やはり所得で見ていくと、必ず下がります。で、ある程度同等、してくれる会社なんていうのはもうごく稀であって、やはりいくらか未経験ということで下げられてしまって、ほぼ新卒に毛が生えたぐらいの基本給からのスタートっていうなるのが年齢関係なくスタートというのが、大体中小企業の常識という形になります。大手は知りません。大手に入ったのって本当に1回とかそのぐらいしかありませんので、その辺は体験談でちょっと語れない部分があります。あくまでも中小企業を中心とした話になります。で、そのね、じゃあ辞めやすい転職の仕方っていうのは何だというところで言うと、よく皆さんがよくやるね、普通にハローワーク行くとか、新聞のね、新聞取ってる方は新聞のチラシ、ネットであと探すっていうところで、一般的に出ている一般の人へ向けてのこの公募本当に特殊な方だけっていう限定っていう資格をね、持ってない方、もう本当に何歳までで未経験 OK とかっていう仕事、これ皆さんよくやりますよね。未経験 OK だから行ってみようとか、年齢がまだ幅があるから行ってみようとかっていう、この誰が結局未経験 OK っていうことは誰でもできる仕事なんですよ。だからそんな仕事で給料高いのはまずきつい仕事と思った方がいいと思います。きつい仕事は誰でもいい。すぐ辞めてしまうからね。どんどん入れなきゃいけない。また入れては辞めて、入れては辞めてと。で、高い金で給与設定でつって、やっていくと。これは非正規でも、正規雇用でも大体一緒。相場よりちょっと高めの、給料、時給になっている場合は要注意ということで、必ずきつい仕事が待っています。きつい部署へ移動とかね。という形待ってます。最初は緩やかにやっといて、後で移動とかっていう。辞めにくくして、なんかね、こう、真綿でこう首をじわじわと締めていくパターンっていうとかね、そういうのもあります。だから大体の普通の転職の仕方というのはおすすめしません。自分も散々それやってきて失敗してワーキングプアという状況に陥ってます。で、長い間の非正規雇用、非正規をね、渡り歩いたりっていうね、本当に苦渋を舐めた生活をもう10年近く、やりました、トータルで。本当にあんなもんはね、やらない方がいいです。何の保証もありませんので、直接の雇用のアルバイトだろうが、パートアルバイトだろうが、派遣の、ね、派遣社員って言ったらあんなのアルバイトなんで、時給でね、時給でやってる以上アルバイトなんで、あれはね、本当にね、無駄な時間と、労力しか、生まれません。何もいい結果っていうのはほとんど生まれません。これは断言できますね。で、じゃあ今自分はどうなってんのかって言ったら、やっぱりそういうところを底辺を渡り歩いてって、結果的にそのやり方っていうのが間違っているんで変えたわけですよ。じゃあその転職の方法、変え方っていうのは、たとえドカンと金が上がらなくても、着実にアップするという形を俺は選びました。もう特殊なね、弁護士の資格だのは何だろう、なんかいろんな資格ありますけど、あんなもん取ったって実務経験がなければ年いった人間は絶対採用されないので、これ資格の陥るパターンということで、資格を取ったから安泰だとか、そういうもう世の中で今ありません。もう資格を持ってる方が当たり前でそういう業界でいますから、そこへわざわざ未経験で資格を取って参入なんていうバカな真似はやめた方がいいです。本当に時間、これこそ時間と労力の無駄です。取るだけ無駄というね、形になりますんで、ある程度そんなに資格もいらないで、特殊な、ね、ちょっとした技能を身につけることによって、その今まで応募できなかった職種へ応募できると。
から自分の場合はまずやりたいことを見つける、だからやりたいことを見つける、見つけた人と見つけてない人だ、簡単に言えばやりたいことを見つけない、見つかってなくて、うん、何でもいいやこれ働こうかっていうパターンが大体やめるパターン、即やめのパターンになりますんで、もう短期でやめてしまいますという。だそんだけ今まで自分もねやめてきた人間なのに、なんで今じゃあやめようとか思ってないのと。だ常に普通 の、 今までの転職の仕方だったら、いつもね愚痴ったりね、人に愚痴ったり、家帰って親にも愚痴ったり、それとあと毎日辞めたいと思うわけですよ。今現在それないです。人にも愚痴らないし、自分で辞めたいということを一切発してません。まあ、たまたまね見つかったのかもしれないですけども、やはり仕事の内容を優先したんですよ。何をやりたいかというのを、ね、まず選んで、そこを入りました。要はね、なんかこう万人が見ている求人に応募するっていうね、出てる求人に対して応募するんじゃなくて、これをやりたいんだっていうのを決めて、その求人へ向かって、まあダメか分かんない、ダメ元で、自分はチャレンジしたわけです。やっぱりチャレンジしなければ道は開けませんので、そんなねチャレンジに対して保証がないから怖いなとか、そういう保証なんかねどこの、世界でもありませんので、大体その踏み出した一歩というのが、まず一足になっていくというね、アントニオ猪木の言葉通りです。道というね、アントニオ猪木検索でしてもらえれば道というね詩が出てきますんで、道がなくても踏み出すことによって、一歩踏み出せばそこに道ができてしまうというね、そしてまたそのもう一歩踏み出していくと、必ず道になっていくというね、まあ奥の深い詩があるんですけども、まさにその通りだなというところと、やはり、仕事を何をするのかっていうところで興味を持った仕事を、まずチャレンジする、そこへ行くにはどうしたらいいのかというところで、その過程を、ちゃんとプロセスをね組み立てて、そこへ向かって転職しようと。だからここでまず経験を積んどいて、基本ベースは出来上がったから次のステップとしてここの技能をちょっと身につけて転職しようと。自分はそれをやりました。その今の業界に対して圧倒的に経験数が少ないので、まずは底辺の、作業員をやりましたね。実際に作業を得て、そのものづくりのいろはからね、覚えて、それを習得して誰よりも数多く作るというね、そこは仕事だったので本当に作りました。で俺が辞めるときに後をね任せるときに一人じゃ間に合わなくて二人いました二人入れて俺が一人のやってる仕事二人で、やんないと追いつかないぐらいの、ものをね俺はやりました。それでもう自分でもう何年って決めてました。そこの業界にいるのもう長くても2年、3年で早くて1年で辞めようと思ってて、やはりそこに入って底辺の、ね、仕事をやって、いやでもなんかやれば俺もできるじゃんみたいなところがあって、じゃあ次のステップ行こうと早めに、ね、2年3年後で辞めようと思ったんですが、やっぱり年齢も来てましたので、まずねそこをクリアしてもう早めに卒業というね、アメリカの大学みたいな、ね、感じで自分で勝手に決めて、それでちゃんと1ヶ月前に、打診して辞めますということで、でまあ何するんだということで学校に通いますということで、それで学校に通ってその技能を基本的なものを習得して今の会社に運よくね、まあ、入れたという。年齢がいってからの転職組なんでほとんど絶望的でしょうね。みんなが口を揃えて言ったのは絶対無理だと言ったんですよ。年齢がいってて未経験の仕事なんかお前にできるわけがないというね、まあざまあ見ろというところで俺はやり遂げましたんで、それ別に自慢じゃなくて、だからそういう道もあるよということです。だから一般的に出回ってる求人広告を見て選んで仕事をするんじゃなくて、そうすると必ず不満が出て、何かしらが待っていて、だいたい辞めていく職場が求人をかけてきますん で、 でさらに派遣だとかアルバイトの求人っていうのは社員もやりたがらない仕事っていうのが結構多かったね。単純作業の簡単なライトなやつは別としてね、そこそこの時給で待ってる待ち構えてるやつっていうのは大体が社員とか他の派遣だとかアルバイトを入れても辞めてしまう部門で募集をかけているので、だから相場よりも時給が高いという仕組みになってます。この裏付けをねきちんとね読み取って、仕事選びというのをねやった方がいいと思います。お金のねお金優先ではないです。お金優先で選ぶか仕事優先で選ぶかといったら必ず仕事優先の方が長続きします。金で選ぶと大体きつい仕事が待っていて、早く短期辞めでね辞めてしまうっていうことが多いです。で金なんていうものは本当に、最低ラインであって最高ラインじゃないわけですよ。ちょっとまあ著名な、ね
方がね言っておりましたけれども、その金に踊らされる人生というのをもうねやめた方がいいと思います。あの時給いくらだからなんぼだとか、あのもうそんなのむちゃくちゃやったってあの疲れるだけだし、あの無駄な本当に経験でしかないので、あのちゃんとしたあの自分でやりたいことをね少しでも見つけて、興味があることに食いついて、それを広げていってね、見つかんない人はよ、見つかんない人も、見つけた人は、じゃあその道で行こうという形で、まあ、きちっとね、段取りを組んで、そこへ向けて、まあ、今の仕事を例えばやってたら辞めるとかね、やってない方はそこへ行くためには、じゃあどうしたらいいのかと、何を勉強したらいいのかとかっていうのをちゃんとね、あの、もう、自分の中で計画立てて、いつまでにこれをやるっていうね、まあ仕事の基本っていうね、形になりますんで、いつまでにこれをやりますと。自分の中で決めると。そうすると、おのずと行動がだんだん見えてきますんで、次は何をやろう。次はじゃあ、ここへ、これをやってみようとかね。で、これも補足しとこうとかっていう風な話で、パズルみたいに組み合わさっていって、最後にパズルが完成するという形になりますんで、まあこれはあくまでも俺の持論かもしれないけども、もし迷ってる方がいたら、ぜひそれをね試していただいて、あの失敗した人間だから言えるんですよ。あの成功した人間がそんなことを言ったって何のねあのためにもなりませんので、やはりいろんな数ね失敗を重ね重ねてこういうこともやってああダメだったとかいろんなあの引き出しがねあるわけですから、でやはりその講演会とか開いている、有名な方も失敗談がある方の方がそういった講演家に向いているという形になります。まあ別に俺は講演家になるつもりはないんですけれども、あのそういったねあの失敗談をねこう糧に皆さんあのそれを反面教師にしてもらって自分の人生を歩んでいってもらうということをねしていっていただけたらなというふうに思います。なかなか自分のね周りの友達とかもねまだ転職で苦しんでたり、まあロストジェネレーション世代っていうのが、ね多いものですから、そういう方もいたり、まあまあ普通にね何ですかね、普通の、まあ、非正規で満足してる方もいらっしゃいますから、いろんな、それはライフスタイルです。だから正規雇用は全てではないです。それが一番ではないですけれども、あの、その仕事に対して自分が今楽しんでるか、好きな仕事をやってるか、ここをまず見てください。あの、本当それを言った方がいいです。あの、一般的に出てるどうでもいいようなね、誰でもやれるような仕事なんていうのは、本当に、あの、誰かがやんなきゃなんないですけど、自分がわざわざやることないよっていうところで、できればきちんと自分がやりたいことを見つけて、俺みたいな失敗を、ね、繰り返さないで、いただけたらなと。そうすればみんな、ね、幸せになっていくんじゃねえかなというところで、ね思いますね。まあちょっとね、あのまだね、いろいろと、含んだ部分がありますけれども、ぜひね、苦労してる方はね、頑張っていただいて、もう成功してる方はね、あまあ見く、ね、適当に見下せばいいですよ。で別にあのそんな人の人生なんか別に俺はね興味ありませんので、やはりねあの弱者に寄り添った形というね、そういった動画もね撮っていきたいなと、みんなの勇気悩んでる方のためになるような、動画をやっていきたいなと思います。だから充実してる方はね本当に見ないで結構ですね、変ないちいちあのイチャモンつけるんだったらもう他へ行ってくださいというところで、まあ本当に自己満足なね動画をやらせてもらってますけれども、またね懲りずにこんなこともやりながら、まあ他のね話題もねぼちぼちやっていきます。いろんなね話題をね提供したいと思っておりますんで、楽しみにしていただけたらと思います。コアのファンのために、やっている動画でございます。それでは皆さんごきげんよう。じゃあね。